昭和44年、知的障害児者の自立を目指して開校した学校法人光の村養護学校土佐自然学園。土佐市2位ののどかな田園地帯にある学校では、現在およそ50人の子どもたちが学んでいます。その実習施設の一つが光の村南風堂。自分たちが食べるパンから高知県内外で販売されるお菓子まで、生徒と職員が一緒になって製造を行っています。2年前に亡くなった理事長がですね、光の村を創設した昭和40年代後半にですね、子どもたちの可能性を伸ばすために一部のお菓子を作り始め、そのお菓子が一級品を作ることによってね、その障害を持った人たちでもしっかりした仕事ができるというようなことを広く世の中の方に知っていただくために、行商を始めるというようなところから世間への販売というものが始まりました。パンは毎日販売するものはその日の早朝から子どもたちが頑張って作っておりますし、お菓子やそれからせんべい等につきましてもですね、本当にどこへ出しても恥ずかしくないような、自信を持てるような商品を子どもたちと力を合わせて作っております。数を数えるのが苦手、人とのコミュニケーションを取ることができないなど、さまざまな知的障害を持つ生徒たち。ここでは一人一人に合った作業が割り当てられ、どの子もそれぞれの作業に懸命に取り組んでいます。障害があっても無限の可能性を持つ子どもたちを支え、その能力を最大限に引き出すことをモットーとする光の村。その中でもパンや菓子作りをはじめとした食の現場で優秀な働き手となれるような人材育成に取り組む南風堂。時に優しく、時に厳しい指導のもと、今日も生徒たちは元気に仕事に取り組んでいます。はい、そしてトライアスロンというと宮古島ですよね。はい、全日本のトライアスロンも行われているほどですけれども、宮古島のトライアスロンに毎年卒業旅行で挑戦している養護学校の生徒たちがいます。はい、その生徒たちの奮闘ぶりを宮古島報道室からお伝えします。はい、卒業旅行で宮古島を訪れたのは高知県と埼玉県にある養護学校の高等部の生徒たちです。来年3月に卒業する13人が挑戦するのはトライアスロン。力強い太鼓の演奏は競技に挑む決意を込めたものでした。日本で有数のトライアスロン大会と同じコースを1日1種目3日間かけて挑みます。練習の成果を思う存分発揮します。この養護学校では最後まで頑張り抜く体力と精神力を育んでもらおうと、トライアスロンの盛んな宮古島で毎年競技に挑戦しています。頑張ります。頑張ってね。秋晴れの絶好の天気のもと、最初の種目は3キロの水泳。懸命に泳ぐ生徒たちに応援に駆けつけた家族が声援を送りました。2日目は自転車。宮古島の海岸線に沿った155キロのコースを走り抜けます。島を一周半する過酷なレースですが、宮古島の自然も満喫しました。3日目、最後の種目は 42.195 キロのフルマラソンです。真夏のような日差しが照りつける中、生徒たちは暑さとも戦います。伴走する先生や地元の人たちに励まされながらゴールを目指しました。冷たいだろ。家族の人たちも車で移動しながら水分補給などで生徒を励ましました。
スタートして5時間余り。いい笑顔でゴールです。おめでとうございます。菊組さんの皆さんです。はい、ゴールです。おめでとうございます。はい、おめでとう。